こんばんは。今ですね、私の背景に映ってるのはですね、梅田駅なんですね。今なんかあの梅田駅の構内を歩いてましたら、カーンカーンとかって鳴ってまして、カーンカーンって何かというと6時の鐘なんですよね。あの腕時計見たら6時じゃないかということで、今私はこの日刊の生放送を、梅田駅からお伝えしているということで、これ梅田駅の構内がですね、私の背景に見ていただけるでしょうか。面白い絵だよね。これ私の生放送史上初のイベントでして、外からやるってね、やったことあるけど、どっかの駐車場のね、車の中でとかっていう話でしたけど、ね、早速もう見に来てくれてる人は2人になってですね、でこれが私ね、阪神電車ですよ。阪急電車じゃなくて、阪神って後ろに丸ってね、これ三浦じゃなくて丸、大丸の丸ですよ。大丸の大丸で、ね、大丸のマークがあって、これ出入り口じゃないな、邪魔っ気なところですね。邪魔だ邪魔だとかって言いそうです。あんまり人通り多いので、ここでやってるわけです。後ろはあの大丸デパートですね。で、この建物全体が梅田駅、大阪駅、あれ梅田って、ワイさん、どこですか？最初に申し上げましたように、ここはですね、梅田駅ですね。関西の地理に明るい人だとは梅田イコール、大阪かってのは分かるわけですけど、一般には大阪ね、大阪駅で JR 大阪駅で、 JR 大阪駅っていうのは阪神阪急ね、私のノート記事の中でお慶派の話書いたことありますけど、そこで書いたようにこの地域は JR と私鉄が、まあ、JR も私鉄になってるわけですよ。競合、何しよう競合路線なわけですよ。京都の方に行くのに、阪急がある、ね、京阪がある、ね、淀川を挟んで、ね、競争してるわけですけども、で大阪から西の方も阪急が走り、それから阪神が走ってる。阪神ってのは阪神タイガースレースレースレース、あの阪神ですね。うん、それが JR 大阪駅から接続して全然傘もささないで、通路を通っていくことができる。だから阪神阪急の駅は大阪駅と言わないわけですよね。何というかというと梅田駅、梅っていうのはあの松竹梅の梅ですよね。梅の花が咲いて、桃の花が咲いて、桜の花が咲いて、そういう梅ね、なんでか知らないけど大阪のことを梅田梅田っていうふうにね、地元の人は昔から言ってたみたいで、だから阪神の大阪駅に該当するのは梅田駅、阪急の大阪駅に該当するステーションの駅も梅田駅ということになってますね。で、あの阪急今も多分そうだと思う、切符に梅田っていう駅名書くときに田んぼっていう字がね、四角の中に十字が入ってるじゃないですか。だから阪急の梅田駅の場合は、阪急はちょっと特殊なことをしてまして、切符の梅田の田っていう字はですね、四角の中にカタカナの目っていうかね、バツ印でこれで田と読ませると、阪急の梅田はこれですよっていうようなね、これはもう学生、私の学生時代からそうだと思います。で、学生時代もよく来た梅田、ね、播州地方から出張って大阪出てきて、で、仕事場もクリスチャン新聞大阪支局にいた時は、玉造り、大阪環状線の玉造り駅を降りて10分やったんですね。今日会合があったとか、バイの高志、KGK 協力主事の記念会ということでね、そこに行
で、そこの場所の中に、大阪クリスチャンセンターの中に、私の勤め場であるクリスチャン新聞大阪支局、大阪支局のテナントとして入ってたわけだから、まあ、いつも通る通り道ですね。うん、私の場合は JR で新快速っていうのに乗って、Y さんがね、何か集会ありますとか、そうなんですよ。KGK のバイノタカシさんっていうレジェンドのね、まあ、協力主義、大学教授、経済学の教授なんだけど、KGK の働きということに非常に重荷を持ってくださって、もうずっと長いこと学生を助けるっていうことをね、学生連合を助けるっていうことをやってました。この方は亡くなって、コロナのも明けて記念会しましょうっていうので、まあ、大同窓会みたいな感じで、やったところから今帰ってるんですよね。で、大阪駅、の構内を歩いてると、なんかカラーンカラーンとかで鐘が鳴ってですね、腕時計を見たら6時じゃないかということで、今ここからですねということなんですね。ですからもう全くないマイペースですよね。なんか南口、快速口とかって出てるでしょ、うん、JR 線、JR 線、うん、こういう場所ですね、うん、じゃあ、 あんまり長くできないんですけど、これから阪神電車に乗って、あの直通特急ってなんですよ、ね、梅田発で、阪神梅田発で、姫路駅まで直通特急ってのがありまして、これは結構ね、15分に1本ぐらい出るんです。で、 JR よりちょっと遅かったりちょっと高かったりするんですけど、あの必ず座れるというメリットがあるんですね、うん、最初に待ってたのが乗れなくても、座れなくてももう一本待てば確実に座れると、そういうメリットがあるし、それからその山陽電鉄っていうところに阪神からずっと入っていくんですけど、それに私の家のもう最寄り駅ですね、奥さんが車で迎えに行けないっていうことになっても、まあ、歩いて帰れるというところにお家があるので、まあ、そういう理由で阪神電車のね、姫路行きの直通特急にこれから乗って帰ろうと。だから今日の生放送は車中から声を出すこともできるので、ね。